その後、ノイアーとゴレツカが某ウイルスにかかり、キミヒとミュラーもその後追っかけるように某ウイルスにかかり、ノイアーとザネとマネが負傷するなど、ハプニングは起こり続けましたが、チュポチュポが12試合11ゴール5アシストと、レバンドフスキもびっくりなぐらいの覚醒を見せ、56分に1回得点に関与するという鬼のような動きをしていたことから、おいやおいやーどうもー IC でございます。本日なんですけども、ナーゲルスマン電撃解任、トゥフェル電撃就任の裏話ということで、今回はドイツ紙キッカーやビルドを中心に、欧州最強メディアアスレティックの記事も引用させていただきながら、ナーゲルスマン電撃解任の裏話、トゥフェル電撃就任の裏話について話していこうかなと思います。いつもはね、英語のメディアだったり、まあ、スペインメディアだったりねするんで、基本的に、まあ、スペインメディア英語もあるんでね、あの翻訳の方をちゃちゃっとやっちゃえばいいんですけど、ドイツ語はね知らんということで非常に時間がかかってしまいました。具体的な内容を先に言ってしまいますと、フリックの対談、ナーゲルスマン就任、就任後1年目のシーズン、ビッグサマー、今シーズン前半、バイエルンとワールドカップ、冬の移籍市場、再開後のシーズン崩壊、この順番と内容で話をしていこうかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。ナーゲルスマンが就任する前、バイエルンではフリックが監督をしており、彼は監督としてバルサに伝説の8人を食らわせ、チャンピオンズリーグを優勝し、ブンデスリーガ、 DFB ポカルなど国内タイトルも獲得、他にも獲得できる全てのタイトルを獲得し、バイエルンを成功に導いておりました。いや、この頃のバイエルンの強さっていうのはマジで異常というか、ま、マジでここ最近のチームで一番強かったのはどこって言われたら、結構な人がフリックバイエルンって言うんじゃないかなと思います。当時 YouTuber じゃなかったっすけど、僕はね蜂に食らってるんで、もうフリックバイエルンに関しては本当にトラウマしかなかったなっていう印象です。しかしこのシーズンは素晴らしかったものの、次のシーズンからはスポーツディレクターであるハサン・サリハミビッチさんとフリックは揉めるようになりました。フリックはディフェンダーのボアテングやアラバに契約延長を求めておりましたが、バイエルンサイドはボアテングと新契約を結ばないことをシーズン中に発表。このようなことが起き、この2人の関係はバチバチとなっていき、そんなスポーツディレクターとバチバチな関係の時に、フリックはレバンドフスキがいない中、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと戦うことになりました。前のシーズンでは決勝戦で戦い勝利したことでタイトルを手にしたものの、そのシーズンはまさかの敗北をしてしまい、この敗北によって立場を悪くしてしまいました。そんな状況下でドイツ代表は次の監督を探しており、フリック自身代表の監督には興味があったことから、ドイツサッカー協会とフリックは話し合い、フリックは次の監督になることを内密に同意。その後フリックはバイエルンに対談を希望し、ブンデスリーガ9連覇がほぼ確実になったボルフスブルク戦の後、クラブに無断で自身の対談を発表。クラブの上層部はシーズン終了後に発表する予定だったため、この独断による発表に関しては非常に怒っていたみたいです。しかしアスレティック曰く、フリックはパリ・サンジェルマンに敗北した時点で辞めたかったらしく、その後もクラブとの確執で相当フラストレーションを溜めていたことから無断で発表することに至ったみたいでございます。バイエルンは健全経営でクリーンなイメージがあるんで、フロントと揉めるみたいなことはないんじゃないかと思っておりましたし、フリックのね退任はなんかこういうゴタゴタがあったからじゃなくて、フリック半端ねえから昇格的な感じでドイツ代表の監督になったのかなと思ってたんですけど、こういうゴタゴタがあってフリックはバイエルンを退団してドイツ代表監督になったんだなと思ったら、結局バイエルンもクリーンなイメージはあるけどビッグクラブだし、こういう人間関係のいざこざってあるよなって改めて思わされてしまいました。やっぱビッグクラブにはこういういざこざつきもんだよね。一応この動画はね、ナーゲルスマンが主役なのにもかかわらず、フリック先生がねバイエルンを辞めた話を挟んだのは、ナーゲルスマン解任の流れはね頭に入ってきやすくなるかなと思い、このパートを挟まさせていただきました。とりあえず思いもよらないタイミングで対談を発表させられてしまったバイエルン。この発表はクラブにとってあまり良くはなく、フリックは選手たちから絶大な支持を得ておりましたので、何人かのベテラン選手はフロントや上層部を恨み、フリック監督は現地のファンからもかなり好かれていたため、サリハミジッチスポーツディレクターは選手とファンそれぞれから評価を落とし、32万人が答えたフリックとサリハミジッチスポーツディレクターどちらが必要かというアンケートでは、 93% の人がフリックの方が必要と答えるほど嫌われていたみたいです。自分のね推しクラブたちとスポーツディレクターが揉めるみたいなことはね経験してないんですけども、ユナイテッドにはねそういえば最近スポーツディレクターできたばかりですし、マドリーはねペレジー長くなさそうだし、バルセロナはスポーツディレクターっていうよりか、まあ別にバルセロナは今ちょっと移籍とかよりもなんかカネとかネグレイラとかいろいろ大変だから、スポーツディレクターとクラブは喧嘩するってことはなさそうだけど、今後はそういう問題
起きてくるのかもなと思いました。まあとりあえずフリックの対談っていうのは選手たちからもファンたちからの不満も全くなかったんですけども、上層部やフロント陣営との関係の悪化によって対談することとなってしまいました。おいえお。フリックの対談によって評判を落としてしまったサリハミジッチは、自身の評価を上げるためにファンや選手、そして上層部を納得できる公認監督を探すことになりました。そのタイミングでサリハミジッチが公認監督に選んだのは、そのシーズンブンデスリーガーで2位になっていたライプツヒの監督ナーゲルスマンでございました。解任された今でもね、ナーゲルスマンはめちゃくちゃ人気ですけども、当時もめちゃくちゃナーゲルスマン人気でしたよね。史上最年少でブンデスのトップチームの監督に就任してましたし、史上最年少記録を更新しただけでなく、ホッフェンハイムの監督に就任した直後はホッフェンハイム降格圏をさまよっていたのにもかかわらず、しっかりホッフェンハイムを立て直し残留させ、翌シーズンにはなんとクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場にもホッフェンハイムを導いておりました。こうやって次のクラブであるライプツヒでは、史上最年少でチャンピオンズリーグベスト8にクラブを導いた監督となり、次のシーズンではブンデスリーガにてライプツヒを2位に導くこととなりました。その活躍からバイエルにも当時からオファーがあり、マドリーやバルサからもオファーがあったみたいなんですが、まだ自分はそのレベルにいないこと、またビッグクラブは自分自身の成長を待たないだろうと判断したことから、このビッグクラブたちからのオファーを断っていたみたいです。いや、ナーゲルスマン非常に謙虚ですし、めちゃくちゃ現実主義ですよね。俺なら、まあ、ラリーガの2強からオファー来たら、まあ、全然いっちゃうもんね。だって1回でもバルサの監督とか、まあ、マドリーの監督とかになれるんだったらやってみたくね。まあ、このようにナーゲルスマンは非常に優秀だったので、ライプツヒ側は彼を出すことを断固拒否しており、レッドブルのオーナーディエトリヒ・マテシッシュはバイエルンの役員に自ら電話をかけ、どんなことがあってもナーゲルスマンの対談は許されないともうすでに伝えていたみたいです。このナーゲルスマン絶対に引き抜かせねえぜ発言は、ライプツヒだけではなく当時の会長はレッドブルのイメージにも関わると思っていたらしく、レッドブルグループが格上の相手を前にして白旗を上げるのは最悪だと思っていたから、レッドブルグループおよびライプツヒはナーゲルスマンのことをバイエルには絶対出したくなかったみたいです。でかい敵相手になんか金もらったら白旗あげるみたいなのは確かにイメージとして嫌だなって思うもんね。まあ、個人的に螺旋の沖縄もめっちゃ好きだったけど、やっぱりラップスターのあのスペシャルサイファーの方が好きでしたね。個人的には特に一押しはレオンですね。あのフローは最高でした。一旦話をサッカーに戻していきますと、レッドブルグループはこのように自身のブランドに対して考えていたため、ウパウパがバイエルンに移籍するのも嫌だったみたいです。そんな状況下でどのようにナーゲルスマンがバイエルンに移籍したのかっていうのを見ていきますと、どうやらナーゲルスマンは生粋のバイエルンサポーターで、生まれも育ちもミュンヘンとなっておりました。この情報だけで皆様察せたと思うんですけども、彼の監督としての夢はバイエルンの監督となっておりました。なのでナーゲルスマンはバイエルンからのオファーが来ることを知ると、ライプツヒ側に自身の希望を穏便に伝え、ライプツヒ側は否定的なスタンスをがっつり取っておりましたが、本人から直接それを伝えられると、本人の残留の希望がないにもかかわらず無理やり残留させても意味がないと判断することとなり、その判断によりバイエルンとライプツヒは交渉をスタートさせ、ナーゲルスマンは移籍金2000万ユーロで移籍が決まることとなりました。ちなみにナーゲルスマンの移籍金はね、ボーナスもあったようなので、そのボーナスが全額支給された場合は最大で500万ユーロ追加されることとなっていたみたいです。しかしその条件はね、ブンデスリーガ2連覇 DFB ポカールチャンピオンズリーグ優勝などが条件だったみたいなので、結局ボーナスは払われることなく終わってしまいました。まあ、しかし監督にもね移籍金がついているということは個人的に知らなかったので、めちゃくちゃ面白いっていうか、こんなシステムあるんだって思いました。一応ナーゲルスマンの移籍金は監督の移籍金では世界最高額だったみたいです。一応この監督の移籍金制度っていうのはブンデスリーガーでここ最近流行っているものらしく、もともとライプツヒは移籍金500万ユーロでナーゲルスマンをホッフェンハイムから獲得していたみたいです。この監督の移籍金制度みたいなのは今後いい監督がどんどん増えていけばもっと流行っていくかもしれないですね。とりあえずナーゲルスマンの獲得に成功したため、サリハミジッチスポーツディレクターは面目を保ち、ナーゲルスマンは夢を叶えることができました。まあ結局は電撃解任されましたけど、まあナーゲルスマンは夢を叶えることができましたので、解任はされたけど良かったんじゃないかなと思います。夢のクラブに監督としてでも選手としてでも行ける人って本当に限られてますからね。しかし状況は複雑となっており、バイエルンはホーネスとルンメニゲの二元体制からヘルベルト・ヘイナー会長とオリバー・カーン CEO の二元体制に移行しつつある期間で、サリハミジッチスポーツディレクターも存在感が非常に強くなっておりました。ナーゲルスマンは監督に就任しましたが、皆様が想像する監督
というよりもコーチに近い立ち位置だったみたいで、チームの構成について戦略的な決定を下すっていうよりかは、今いる選手を改善しチームのパフォーマンスを向上させることを任務と考えていたみたいです。これらを考えますと、上層部やスポーツディレクター的にはフリック監督でね、痛い目を見てますので、ナーゲルスマンの獲得はもちろん話題性や実力もあったとは思うんですけども、若いからっていうのもあったのかなと個人的には思いました。結構扱いやすそうだし、フリックと比較してしまうと、まあこれは完全に見た目的年齢的なものにはなるんですが、まあフリックは親父っていう感じですけど、まあナーゲルスマンは兄貴っぽい感じするし、この二人の画像をねしっかり見たらわかると思うんですけども、監督とコーチみたいな感じするじゃないですか。だから本当に多分バイエルン的には、まあバイエルンのことを好きだって言ってくれてるし、扱いやすいっていうところも結構重要なポイントだったんだろうね。とにかくナーゲルスマンはね、バイエルンの監督に就任しましたので、就任してからのシーズンの方を見ていきましょう。実はナーゲルスマンがバイエルンに移籍を確定させる前にアラバの対談が決まっていたことから、バイエルンはウパウパの獲得を決めておりました。そしてナーゲルスマンはライプツヒで首相だったザビッツァーを、残りの契約年数が1年だったことから1500万ユーロで獲得することとなりました。ザビッツァーもバイエルンが夢のクラブであったため、ナーゲルスマンと共に夢を叶えることとなりました。ライプツィの会長はね、結局ウパウパとザビッツァーで、まあ、6000万ユーロ、ないしナーゲルスマンでね、まあ、8000万ユーロぐらい入ったと思うんですけど、まあ、合計3人も取られてるからね、ライプツィの会長としては最悪な夏だったんじゃないかなと思います。一応フリックと不仲になっていたサリハミジッチスポーツディレクターは、ナーゲルスマンとはいい関係を築いていたみたいで、会見で彼は我々は彼に大いに期待していると話しており、会長であるカーンさんもユリアンと共に新時代を作っていくみたいなことを言っていたみたいです。とにかくナーゲルスマンはこのように期待され、シーズンがスタートすることとなりました。すると初戦のボルシアミュンヘングラドバッハとの試合では引き分けてしまいましたが、そこからは8連勝もかますこととなり、内容も8試合42得点4失点と圧倒することとなりました。しかしながらその8連勝の後、ホームでフランクフルトに逆転負けを許し、ついに黒星がついたと話題を集めてしまいました。しかしながらナーゲルスマンはそこから持ち直し、3連勝し13得点1失点と持ち直しました。しかしながらその3連勝をした後、ナーゲルスマンは某ウイルスにかかり離脱することとなりました。そんなナーゲルスマンがいない中迎えた DFP ポカールでは、なんとボルシアミュンヘングラードバッハに5対0で敗北することとなり、この敗北はクラブ史上最大得点差での敗北になってしまったみたいです。ナーゲルスマンはね、某ウイルスにかかってしまっていたらしいんですけども、ナーゲルスマンはその試合の内容を見ながら近所にね、何事なんだろうって勘ぐられるぐらい大声でわめきながらその試合を見ていたみたいです。ナーゲルスマンがね、このように叫びながら試合を見ているだけでなく、サリハミジッチスポーツディレクターもこの結果にはめちゃくちゃ怒っていたみたいです。その後も某ウイルスが治り復帰はしたものの、基本的には勝利していたみたいなんですが、ゴレツカやデイビスなど多くの主力選手が怪我で負傷離脱をしていたからか、一時期練習に10人ぐらいしか参加できないぐらい某ウイルスが流行していたからか、8試合42得点4失点と圧倒的な勝利をしていたシーズン前半のような輝きはなくなってしまい、最終的にチャンピオンズリーグのグループステージは首位で突破していたものの、ベスト16で当たったビジャレアル相手にファーストレグで敗北、そしてホームでのセカンドレグでは追いつくことができず、バイエルンとナーゲルスマンはチャンピオンズリーグベスト16で敗退することとなりました。いや、ビジャレアルの勝利は個人的にラリーが推しなんでね、めちゃくちゃぶち上がった記憶があります。いや、よくやったつか、マジでよく勝ったよね。当時はめちゃくちゃ興奮したわ。でもバイエルンの選手たちはさ、このシーズン8試合で42得点4失点もしてたのって、ビジャレアルなんかに負けるとはマジで思ってなかっただろうね。まあ、ビジャレアルなんかっていうのはバイエルンの選手目線ね。このビジャレアル戦の敗北についてザネはアスレティックのインタビューに答えており、1人か2人の選手が調子を崩しても他の選手がそれを支えることができる、私たちの不幸は全員が同時に同じ穴に落ちてしまったことです、誰も引っ張ってくれる人がいないとなかなか抜け出せない、バイエルンではそんなことはあってならないことだ、でも起きてしまった、私たちは人間であり機械ではないのですと語っており、またファンたちは10連覇がほぼ目前だったから無気力になっているのではないか、またシステムを4231や343に頻繁に変更しているからではないかと言われていたみたいです。このファンたちが心配していたらしい戦術を細かく変える点は一部の選手たちには好評ではなかったみたいで、レバンドスキが移籍する要因の一部だったとも言われております。まあファン的にはね、いろんなフォーメーションが見れるっていうのはまあ楽しいことではあるんですけども、ま
選手たち的にはね、そういうことはないんだろうなっていうのがなんとなく分かったと思います。とりあえずチャンピオンズリーグも敗退し、国内のカップ戦も敗北してしまいましたが、ナーゲルスマンとバイエルンはブンデスリーガーのタイトルは獲得することができ、国内リーグ10連覇を達成することができました。ここから夏の移籍市場の話していきましょう。おいえお主力でありエースであるレバンドフスキとスポーツディレクターや上層部は交渉に失敗することとなり、彼はバルセロナに移籍することとなりました。加えてツーレとも契約延長に至らず、彼はドルトムントに移籍。このような戦力の減少に加えて、昨シーズン DFP ポカールで敗退したこと、チャンピオンズリーグではベスト16で敗退したことを重く受け取っており、またスポーツディレクターが連れてきていたロカやオマー・リチャーズなどが戦力として機能しておらず、シーズン途中の補強も踊りおそらをレンタルするなど、結果的に戦力になっていない中途半端な補強が実は多かったこと、そしてナーギルスマンが選手の獲得を希望していることなど、様々な要因が重なり、バイエルンのフロント陣営はチーム強化が急務であることを深刻に捉え、夏の移籍市場で大きく動くことを決定していたみたいです。そしてバイエルンはクラブが再び勝ち取れるタイトル全てを勝ち取るために、クラブには何が足りてないかを分析していくこととなりました。するとバイエルン上層部はアラバが抜けた穴をウパウパでは埋められていないことに気づき、スポーツディレクターサリハミジッチは何年もかけてターゲットを追いかけることが多かった恩師ホーネスのスタンスをしっかり覚えていたことから、サリハミジッチはデリフトと2019年から連絡を取り続けており、その甲斐があってかデリフトを6700万ユーロで獲得することとなりました。彼の獲得はアラバの後継者という役割だけでなく、ノイアーやキミッヒ、ミュラーなどドイツ語を話す選手がチームの中心に多かったため、ドイツ語以外の言語を話す今後中心になりそうな選手を獲得しておきたかったっていう意図もあったみたいです。まあバイエルンはね、ドイツにあるクラブってドイツのビッグクラブとなっております。なんでね、ドイツ語は話せるべきだよねっていうのはあるとは思うんですけども、まあ移籍してからいきなりドイツ語話せることができるよっていう選手はあまり多くないと思いますし、まあ別の言語の方がいた方がね、そういう選手たちが今後馴染みやすくなると思いますので、めちゃくちゃいい選択だったんじゃないかなと思います。そして中盤はチアゴが退団して以降はキミヒとゴレツカに頼ることが多く、2人とも退団していますが、ザビッツァーとトリストが当時はいまいちフィットしていなかったので、アヤックスで活躍していたグラフェンベルフを移籍金1850万ユーロで獲得。しかし彼だけでは若すぎるため、契約が来年で切れるコンラッド・ライマーも獲得に動いていたみたいなんですが、結局この夏の移籍市場では獲得することができず、ライマーは最終的に来年度フリーでバイエルンに合流することとなりました。そして右サイドバックの層も薄かったので、フリーでマズラビーを獲得。最後にバイエルンはレバンドスキが抜けるかどうか、かなり長い期間際どかったため、レンヌからフランスの神童マティステルを移籍金2000万ユーロで獲得。しかしレバンドスキが退団した場合、バイエルンは彼だけでは得点力やスター性に欠けると思っていたみたいなので、リバプールからマネを移籍金3200万ユーロで獲得することとなりました。彼の獲得はサリハミジッチスポーツディレクターにとって戦力というだけでなく非常に意味がある獲得だったみたいで、昨シーズンバイエルンはブンデスリーガーで10連覇を達成することができました。一部の選手たちは達成感を置いていたらしく、非常にリラックスしていたみたいで、特にニアブリ、ザネ、コマンら2列目は安定したパフォーマンスを出せていなかったみたいです。そのため彼らにプレッシャーをかけたいと思っていたらしく、ナーゲルスマンは戦術を変更することが多いので、マネは基本的に左ウィンガーですが、リバプールでの最後のシーズン真ん中でも活躍をしていたことから、サリハミジッチスポーツディレクター的に2人の相性はいいと考え、マネの獲得に動いたということみたいでございます。そして理由はそれだけではなく、レバンドフスキの横暴な態度にバイエルンの上層部をはじめロッカールームのベテラン選手たちも非常に苛立っており、そのレバンドフスキの態度に比べると、マネは交渉の際希望ポジションを聞くとディフェンダーとゴールキーパー以外ならどこでもいいと答え、基本的に謙虚な姿勢を貫いていたことから、レバンドフスキにフロント陣や上層部はうんざりしていたことから、そのマネの謙虚な姿勢に感動してしまい、マネの獲得は決まったということみたいでございます。とりあえずこの夏の移籍市場は昨シーズンの失敗を反省し、迅速に動き、あんまり高くない移籍金を使って的確な補強を行いました。マネの3200万ユーロはマジで安いっすよね。加えてユベントスはデリフトの獲得に8550万ユーロも出しているので、まあデリフト
トの移籍金ってね、もっと高額になるんじゃないかと思っていたんですけども、結果的に6700万ユーロでバイエルンは獲得しておりますから、本当に交渉がうまかったっていうか、タイミングもめっちゃ良かったんだろうね。こうやってアヤックスから獲得した2人も、グラフェンベルフは1850万ユーロで、マズラビーは無料ですから、本当にテンさんは羨ましくてしょうがなかったんじゃないかなと思います。かつてはサレハミジッチスポーツディレクター、フリックと比べられ、クラブに不要だと思われておりましたが、この夏の移籍市場での動きは、ファンからめちゃくちゃ評価されたんじゃないかなと思います。本気で動いたから、こんだけの選手をいい値段で獲得できたわけっしょ。さすがにもう叩かれてないと思うんだよね。まあ、とりあえず、夏の移籍市場、クラブは本気でクラブを立て直すために、お金を使い、めちゃくちゃ動くこととなりました。そのため、ナーギルスマンはデビューしたシーズン、あまり叩かれることはなく、むしろ現地で叩かれていたのは、クラブの上層部だったみたいなんですが、フロントは叩かれたらおかしいレベルで、夏の移籍市場、頑張ってくれましたので、ナーギルスマンは今シーズン、結果を出すしかない状況になってしまいました。まあ、そんなこんなで、クラブの全面バックアップのもと、シーズンが開幕していくこととなりました。おいえ万全の状態で始まった今シーズン。開幕からバイエルンは3連勝をかまし、内容も15得点1失点と昨シーズンと同様に非常にいいスタートを切ることができました。しかし、バイエルンはいいスタートを切れていたんですが、その好調をストップさせたのは、ボルシアミュンヘン、グラードバッハとなっており、そこからポカールでは勝利し、チャンピオンズリーグではインテルやバルセロナには勝利するものの、リーグ戦では全く勝てない状況が続き、代表ウィークにバイエルンは入っていくこととなりました。上層部とバイエルンは当時の不調をナーゲルスマンのせいだとは考えておらず、アスレティック曰く選手たちの不真面目な態度によるものだと考えられていたみたいです。マネは加入してからの3試合では3ゴールを決めるなど非常に好調でしたが、それ以降は DFB ポカールで格下相手に得点をしただけで姿をくらまし、コマンやデュカ・エルナンデスが負傷、そしてレギュラーとして試合に出れていない選手たちがベンチで不満を言い出すなど非常に不安定な状況ができてしまっていたみたいです。確かにチャンピオンズリーグで1回やった時バルセロナは負けてしまいましたが、昨シーズンのバイエルンと比べるとね、あ、こんなもんってなった記憶が結構強いですし、当時のバイエルンはリーグで不調だったんだよって言われても、まあ納得がいくぐらいそんな脅威ではなかったかなという思い出があります。まあバルサは負けたんだけどね。その後ノイアーとゴレツカが某ウイルスにかかり、キミヒとミュラーもその後追っかけるように某ウイルスにかかり、ノイアーとザネとマネが負傷するなどハプニングは起こり続けましたが、チュポチュポが12試合11ゴール5アシストとレバンドフスキもびっくりなぐらいの覚醒を見せ、56分に1回得点に関与するという鬼のような動きをしていたことから、ドルトムントには結果的に引き分けてしまったみたいなんですけども、それ以外の12試合は全て勝利をすることができ、ワールドカップに入っていくこととなりました。いや、このチュポチュポの覚醒っていうのはもう誰も予想できなかったと思いますし、まあバイエルンファン的には超嬉しかったんじゃないかなと思います。なんか最近ベテラン選手、なんか30前後の選手がさ覚醒することってめちゃくちゃ増えてるよね。ベリンガムみたいに超若い選手が活躍するケースも増えてるけど、中堅どころもう普通だったら衰え始めるよねっていうぐらいでなんか覚醒する選手も増えているので、選手の寿命っていうのは分かんなくなってきたよね。ちなみにチュポチュポの今のスタッツは27試合17ゴール4アシストということになってます。とりあえずナーギルスマンはチームを立て直すことに成功し、シーズンは中断、そしてワールドカップ編がスタートしていくこととなりました。おいえお、このワールドカップは日本人やメッシ信者にとっては非常に楽しかったですが、バイエルンのスポーツディレクターや上層部にとっては最悪なものとなってしまい、守備の要であるデュカエルなんですが負傷でシーズンアウト、そしてノイアーもスキーでの事故によりシーズンアウト、加えてマズラビーは某ウイルスに感染することとなってしまいました。このようにバイエルンにとっては主力選手が3人も消えてしまうという最悪なワールドカップでございました。これはマジで悲惨すぎますし、バイエルンのことを思うともうなんか何とも言えんなーって感じっすね。マネも結局負傷によってワールドカップ出れなかったし、ドイツ代表も結局グループリーグで敗退してるし、いろいろとついてないよね。バイエルン的にはフリックが失敗するのはまあ意外と嬉しかったりするのか。まあでも戦ってる選手たちはねバイエルンの人たちが多かったので、シーズン再開後もバイエルンの選手たちがね反骨精神っていうよりかは、いやあの時ああしてればみたいなモードに入ってたら本当最悪だったと思うんで、バイエルンにとっては本当に最低なワールドカップだったんじゃないかなと思われます。
ウィーオ！バイエルンの冬の移籍市場。まず、デュカ・エルナンデスの代わりになるデイリー・ブラインドをアヤックスからフリーで獲得。そして順番は最後だったんですけども、マズラビーの代わりにカンセルをレンタルで獲得することができました。そして、ノイアーの代わりは、ボルシア・ミュンヘン・グラドバッハのゾマーが、クラブとの契約が来年で切れる予定だったため、本人がバイエルンの移籍を望んだこともあり、移籍金800万ユーロでゾマーを獲得することができました。このようにバイエルンはね、ワールドカップで負傷した選手、いなくなってしまった選手をしっかり補填することに成功しました。サレハミジッチスポーツディレクター、夏も冬もめちゃくちゃ仕事してるよね。もはや無能と言われていた頃が懐かしいんじゃないかなと思います。とにかくサレハミジッチスポーツディレクターによって冬の移籍市場ではうまくいった感じが出ておりましたが、ナーゲルスマンの電撃解任につながる大きな事件がこの冬起きておりました。その出来事について話していきますと、それはナーゲルスマンのゴールキーパーコーチ解雇とアスレティックが行ったノイアーのインタビューとなっておりました。まずはナーゲルスマンが行ったゴールキーパーの解雇から見ていきましょう。解任されたゴールキーパーコーチはトニ・タパロビッチさんでございます。彼はノイアーと同時期にバイエルンに入り、ノイアーとタパロビッチさんは親友になるほどの仲だったみたいです。まあこの二人がね、親友だよねっていう話で終わってればよかったんですが、ナーゲルスマン的にはめちゃくちゃ邪魔だったらしく、トレーニングルームの内部情報はタパロビッチを通じてノイアーをはじめとするノイアー派に伝わるシステムができていたらしく、彼はナーゲルスマンにノイアーたちに情報を渡すのをやめろと言われても、なかなかタパロビッチさんは従わなかったみたいです。そのためナーゲルスマンはこの件についてクラブと話し、クラブはタパロビッチさんを解雇することに決め、タパロビッチは解雇されることとなりました。確かにナーゲルスマンのことを考えると、タパロビッチさんはマジで邪魔だと思いますし、まあ解雇されても仕方ないかなとは思います。でも同期入社の親友が年下の上司に首を切られたのであれば、キャプテンで守護神っていう遠藤を守るスタイルのノイア君はね、絶対黙ってないですし、 100%リオ案件だったんじゃないかなと思います。それに加えてちょっとね、タパロビッチさんの見た目で察することはできるんですけど、タパロビッチさん非常に人気者だったみたいなので、彼の解任っていうのは非常に驚いた方が多かったみたいですし、タパロビッチさんの後任がね、ナーゲルスマンのホフェンハイム時代の部下だったミハイル・レヒナーさんが就任したことから、彼の解任っていうのはね、本当にチームの中でも意見が分かれる内容となったみたいでございます。ノイア一派に誰が所属しているかについてはね、まだ話しませんが、タパロビッチさんが人気があったっていうのは解任に響いてそうですよね。そしてノイアーのリーオの方見ていきましょう。ついに始まってしまったナーゲルスマン VS キャプテン。彼らが戦うことによりバイエルンには何が起きてしまったのか。ナーゲルスマンはパリサンジェルマンに勝利し3冠の可能性を保ち続けるも、クラブと上層部はトゥヘル監督がマドリーやトッテナムからオファーをもらっていることが気になっていったみたいです。ナーゲルスマンはこのままブンデスリーガーのタイトルを取っただけで解任されてしまうんでしょうか。そしてトゥヘルはバイエルンの監督に就任するんでしょうか。次回、トゥヘルバイエルン就任。レッツウィーアウ！チャ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 ネル、トトトトトラクシオベイベー。